はい、こんにちは、みつこんです。今日はですね、ちょっとね、またいろいろと来たんですけど、今日はどこにいるかというと、今はい、近鉄大和西大寺駅ですね、近鉄奈良線の大和西大寺駅に来ております。はい、ということでね、ここがまあ、ね、将来的に高架化されるということでね、ちょっとその高架化がね、どういうものなのかで、路線がね、変わっちゃうということで、どういうふうに変わっていくのか、ちょっと見てみたいなと思います。はい、そんな感じでね、ちょっと行ってみましょう。しかし大和西大寺の駅、規模は大きいですね。はい、半端ないっす、すげえ。ということでね、行ってみましょう。よろしくお願いします。あ、でも近鉄好きな方はね、ご存知だと思うんですけどね、大和西大寺降格されますよということでね、まあ、その理由がですね、やっぱり平城宮跡という世界遺産をねぶち抜いてるっていうのもあるんですよね。はい、平城宮跡のど真ん中を走ってるっていうことですからね、まあ、それはね、本当奈良市の方がちょっと違うところに路線引いてくれみたいなことでね、頼んでたんですけど、あ、そういう感じでね、将来的にですよ、なんか計画では2060年らしいんですけど、2060年ってだいぶ先ですけどね、まあ高架化されるということです。はい、そしてもう一つの問題がですね、やっぱり開かずの踏切問題ということで、やっぱりね、踏切が開かないということでね、今午前10時半ぐらい、10時30分ぐらいなんですけど、まあ、開かずの踏切ということで、その踏切にも来たんですけど、はい、この踏切、まあ、開かずの踏切の一つですね、大和西大寺の駅のそばにあるんですけど、開かないんですよね。まあ、人がね、入る改札は上になってるんですけど、まだね、線路は下ということでね、まあ、これを高架化するということですよね。こんな線路高架化できんのかなっていう感じがするんですけど、そんな感じです。ということで、ものは試し、一回ね、一回、これ
大和西大寺から高架化されるという、まあ、奈良の方ですね、奈良まで行ってみましょう。電車で行きます。よろしくお願いします。お、島風止まってますね。高架化できるんですかね。すごい複雑なんですけど、すごいな。これ高架化できたらすごいですけどね。ほんまにできんのかな、こんな複雑な線路。さあ、ということで奈良行き、奈良行き準急、区間準急が来たんで、これに乗っていきましょう。さあ、大和西大寺を出発しました。近鉄奈良線区間準急、奈良行きで奈良まで行きます。ということでね、高架化されるとこの車窓も変わってくるんでしょうね。だいぶ、まあ、今のうちにね見届けないといけませんね。ということでね、平城宮跡ね、世界遺産をぶち抜いてるんですけど、この経緯がですね、一応近鉄線がまずありましたよと。で、近鉄がまあ西大寺を新大宮、奈良まで線を引いたんですけど、その後に発見されたということなんですよね、平城宮跡が。ここの敷地なんで、平城宮跡発見されたの方が後なんですよね。ここがねちょっと微妙なところで、まあ、近鉄もね渋々っていう感じなんですけど、まあ、奈良からのね補助金が出るみたいなんで、奈良が結構線路ね変えるのに負担するみたいなんで、まあ、OK 出したよっていう感じですね。さあ、これ平城宮跡の中ぶち抜いてますね。これがねすごい景色なんですよね。で、ここにね踏切がね間もなく見えると思うんですけどね。あ、これですね、一瞬見えましたけど、さあこういう感じでね、ほんとぶち抜いてるんですよね。また後でね、平城宮跡も行くんでね、見てもらったらわかるんですけど、こういう感じでぶち抜いてます。ということでね、まあ、奈良からもまあ援助が出るということで、近鉄の負担額はねそんなに言うほど多くなかったと思うんですけど、 7% ぐらいですかね。あとはまあ奈良が持つみたいな感じだったと思います。間違ってたらごめんなさい。ということで新大宮の駅に到着で、この新大宮の駅もね、またちょっと変わるんですね。南の方に若干移動してしまうという感じですよね。まあ本当ね2060年なんで、まだだいぶ先の話なんですけど、まだしばらくはこの車窓が望めると思います。さあ、次が近鉄奈良ですね。だから新駅になると新大宮の駅も地下になると思うんですけど、まあ、そういう経緯でね、近鉄の、まあ、路線、奈良線の路線変更ですね、西大寺奈良間の路線変更が、まあ2060年までに行われるという感じですね。まあコロナの影響でね、どうなるのか分かんないですけど、そんな感じですね。ということで、これから奈良を目指すんですけど、地下に入っていきます。そして奈良駅に到着しました。
ということで奈良にやってきました。まあこんな感じでね、平城宮跡を通ってきたんですけど、まあぶっちぎってましたよね、ど真ん中を。まあそんな感じでね、新しい路線を築くね、もうほぼほぼ決まってるんですけど、まあどういう路線になるのかちょっとね、追っていきたいと思います。ということでね、奈良まで来たんですけど、大和西大寺まで戻りましょう。ということでジャンプして戻ります。行きは電車、帰りはジャンプ。はい、行きますよ、せーの、はい、よいしょ、戻ってきました。本当にこれを高架化できるんですかね。これはすごいですよ。すさまじい高架化になると思うんですよね。とりあえずね、高架化されて新しい路線になるということでね、その辺りをちょっと走、ね、車で走ってみましょう。車じゃない、ジャンピングマシーンで走ってみましょう。まあ、どうなるかですよね。はい、まあ、そんな感じでね、新しくできる駅とかもね、ちょっとここ候補地とかもね、行ってみたいかなと思います。はい、ということで行ってみましょう。よろしくお願いします。さあ、とりあえずこれ今西大寺駅の前ですね。ここにもね、ここ結構道が狭いんですよね。で、通行客がこう結構いるんでね、危ないイメージはあります。はい、これが高架化になるとね、歩く人も上を歩くようになるのかな。そうなるとだいぶね、安全に歩けるような感じなんですけど、道がねほんと狭いんですよね。さあ、ということでね、近鉄奈良線の新しい線路なんですけど、まあこの右側を今走ってるんですけど、こういう感じで走ると思います。そしてね、これね、交差点のど真ん中にね、なんか神社みたいなのがあるんですけど、こう曲がるんですよね。こういう感じになると思います。これ左がね、平城宮跡なんで、平城宮跡の敷地なんで、
こういう路線を描くと思います。まあ、ここがね、この辺から地下になるのか高架になってるのかがちょっとよくわかんないんですけど、これが今の奈良線の線路ですね。踏切を渡ります。だから直角になっちゃうんですね。こういう感じで多分走ると思うので、こういう感じで、で左は平城宮跡の敷地が続いております。さあ、そしてここが大宮通り、道路でいう大宮通りなんですけど、ここをね曲がります。でここを走ると思うんで、ここはもう多分地下になってるんじゃないかろうかという感じがするんですけど、ちょっとまだ定かではないですね。でずーっとこれをまっすぐ行くと近鉄奈良駅に行くんですけど、こういう感じでね、多分地下を走るのかなとは思うんですけど、僕的にはこの地下をね。そして一つ目の新駅の候補がこの辺りになると思います。ということで、ここでちょっと一回降りてみましょう。はい、ということでやってまいりました。 すごいマスクしてサンタクロースになってる仙人くんですね。素晴らしいです。はい、ということでね、ここにね、近鉄の、近鉄西大寺駅が高架化された時に、できる新駅の候補地ですね。新駅の候補地、朱雀大路駅というね駅ができる、まあ一応ねそういう風に作っていただきたいっていう奈良市、奈良の要望ですよね。はい、まあ、この辺りに、だからもうこの辺りが交通の便があれなんで、まあ、地下になってるんでしょう。多分この道路の真下を走るような感じなんですかね。そんな感じに、そんな感じのイメージを持ってるんですけど、僕はここはさすがに高架にはしないと思うんですけどね。はい、ということで朱雀大路駅がこの辺りにできるんではないでしょうか。候補地の一つです。で目の前はこれもう平城宮跡ですね。朱雀門ですね。この奥に今近鉄が走ってるんですよね。まあ冬ですけどいい天気なんですよ。やっぱり観光客の皆さんもいらっしゃいますし、非常にここら辺にこう駅ができるとね、西大寺から首都駅でここ来てすぐ観光地っていうのもねありだと思うんでね、ここは駅ができるのにふさわしいのかなっていう感じはしますよね。世界遺産の中にね踏切もあるんですけどね、あそこ係員の方いらっしゃいますけど、一応ね係員の方をつけるのを条件にあそこ踏切っていうことでねつけました。ただあの踏切行けるのが係員がいる間だけなんで、8時から17時までのこの時間にしか通ることができません。
候補地である朱雀大路駅、ここをね出発して再び新しくできる奈良線の道を通ってみましょう。まあ、ここがね本当地下になってるのか高架になってるのかわかんないんですけど、まあ、地下でしょうね。さあ洋服の青山とかもありますからね、こういうのを潰すわけにはいかないということでね、地下になってるとは思うんですけど、こう進んでいきます。お、鎌倉パスタじゃなくて五右衛門がありますね。パスタ屋さん美味しいですね。さあ上は国道24号線ですね。これをずっとねこの地下を走ってると思うんですけど、 OK 牧場があります。さあこれ奈良ファミリーでしたっけ、ミナーラ、ちょっと名前すいません間違ってた、ごめんなさい。さあこれ左奈良の市役所ですね、市役所もあります。この通りほんと栄えてるんですけどね、夕方とかダダゴミですからね、ここ超渋滞します。さあそういうところをまっすぐ行くわけなんですけどね、こう進んでいってるます。すごいですよね。まあこう見たら奈良も都会ですよね。ずーっと進んで進んで、そしてこの辺りがね新駅でできる、移設される新大宮駅だと思うんですけど、ここを左曲がるとね今の新大宮駅がすぐあるんですけど、ここら辺に新しく移設される新大宮駅ができると思います。さあそれをずっとまっすぐ行って、まあ、実際ね新大宮駅を出ると次奈良駅近鉄奈良駅なんですけど、この後にもね、新しく、駅を作ってほしいという要望があるみたいで、一応ね駅の候補地の一つとして間もなくあれ見えるんですけど、上はね、近鉄あるいは JR ですね、 JR の京都線ですよね。この高架の下に新駅ができる候補の一つとなっておりますということでね、ここ撮ってみました。やってきました、近鉄のね西大寺から高架されて新しい新駅ができますよというところなんですけど、綺麗ですね。セント君がいます。セント君奈良ということでね、はい、こう綺麗なお花も咲いてるわけなんですけど、ここにね新駅ができるという話ですよね。まあそれはまた協議が必要なんですけど、油坂の駅ということでね、まあ、新駅の2つ目ですかね、こう油坂の駅ができます。でこっからね近鉄奈良駅まで 600m なんで、歩いてでも行ける距離なんですけどね、これここにできると JR との接続がいいんですよね。はい、JR の奈良駅は、500m ということでここに書いてますね。JR 奈良駅まで 500m、 近鉄奈良駅まで 600m、 奈良公園 1.6 キロって書いてますね。ということでね、ここにね新駅ができると非常に利便性がいい、利用される方は結構いらっしゃると思うんですけどね、まあ地下になってるとは思うんですけど、新駅の候補となっております。さあ再び油坂の駅から奈良の方向へ目指します。大宮通り進んでいくんですけども、あとは奈良駅、近鉄奈良駅しかないのであれなんですけど、まあ、奈良駅自体はね、今の場所変わらないと思うんですけどね。
ということで、このまままっすぐ進んでいくんですけど、このバス停がもう近鉄奈良駅のバス停ですね。左に見えるのが、で右に見える大きい建物が近鉄奈良駅になるんで、ここら辺が奈良駅になります。ということでね、奈良線ここで終着なんですけどね、これでね、近鉄奈良線右折の道を通ってみました。ということでね、このまままっすぐ進むんですけど、あわよくばね、この先にもう一つぐらい駅作ってほしいんですけどね、あくまで僕個人の希望なんですけどね、奈良公園駅みたいなねところをね、やっぱり近鉄奈良駅から奈良公園もちょっとね歩くんでね、これ今車で走ってますけど、見左に見えるのは奈良県庁ですかね。一回ねバスの停車料金かなんかで大揉めしましたけど、今どうなってるんでしょうか。これぐーっと車では進んでるんですけど、奈良公園行くのにここ歩きますからね、ちょっと距離があるんですよね。さあそして左奈良公園が見えてきました。ということでこの辺辺りまで歩かないといけないというのがねネックなんでね、僕個人の意見としては奈良公園駅をこの奈良駅の先に作ってくれ、せっかくだったらと思うんですけど、まあバスもね出てるんですけどね。はい、ということで、今日は、大和西大寺高架化に伴うね路線変更ということで、その路線をどういう感じになるのか追ってみました。まあいかがだったでしょうか。まあこういうねちょっと調査系のね動画もねまたやってみたいとは思うんですけど、まあこんな感じでね、左若草山も見えてきました。まあこんな感じでまたね、いろいろと動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。鹿さんがいる、鹿さんが